花の香りと柔軟剤の香りを吉岡さんに嗅いでもらいました。どちらが好きですか？悩ましい。でもこっちにします。新レノアハピネスはフラワーデザイナーと共同開発。めちゃくちゃいい匂いしますよ。新レノアハピネス、新レノアハピネス。本物の花の香りと柔軟剤の香りを吉岡里帆さんに嗅いでもらいました。回転します。すごい好きかも。次の部屋ですね。どちらの香りが好きですか？どっちも好き。どうしようか。でもこっちにします。新しいレノアハピネスはフラワーデザイナーと共同開発。柔軟剤、めちゃくちゃいい匂いしますよ。まるで本物の花の香りが続く。新レノアハピネス。実際こうブラインドテスト自体が初めてだったんですけど、こう目隠しをして、で部屋に入った瞬間のこの驚きがすごくあって、びっくりしたのと新鮮っていうのがあってとても楽しかったです。その初めお花が飾ってある方の部屋は、まあ絶対お花の香りがするからわかるだろうなと思って、入ったら意外とこう目隠ししてると、レノハピネスの香りが、柔軟剤の香りがしてる方の部屋からも本当に生のお花に近いような香りがしたので、あ、なんか見えなくなるとこんなに混乱するんだと思って、本当に柔軟剤から生のお花の香りがするっていうことに驚きました。そうですね、今回こう比べられるっていう機会があったのですごく分かりやすかったんですけど、実際こう衣類の匂いを嗅ぐと、本当自然というか優しいこう雰囲気というか、なんか強い匂いっていうより、本当お花が飾ってあるようなそういう香りが近くでこう充満してたので、あ、なんかリアリティの追求じゃないですけど、なんかそこにこう感動しましたし、で実際こう花がたくさん飾ってある部屋に入った時のふわっとこう香る感動みたいなのを両方の部屋で感じられたので、はい、すごいなと思いました。はい、そうですね、やっぱりこう自分が着てる衣類からいい香りがすると嬉しくなるので、柔軟剤はこだわるようにはしてます。あとこう香水とか、 なんか TPO によってはそこをつけられない場所とかもあるので、なんか自分がこう香りを楽しむためにもこう柔軟剤はすごく大事なアイテムです。私吉岡里帆が人生初のブラインドテストに挑戦したレノアハピネスの新 CM が完成しました。ぜひご覧ください。カット。はい、お願いします。全然見えないですね。あ、よかったです、はい、方向を分からなくするために回転させますね。はい、失礼します。はい、では右手に手すり、左手に手すりがあるので手すり先行でお座りください。はい、ほー、なるほど、こういう感じなんですね。いや、すごいいい香りしますね。ちなみにどんな香りしますか？こう華やかな、こうフローラルな香りがしますね。すごい、めちゃくちゃいい匂い。吉岡さん、はい、どちらが好きですか？難しいですね。本当にさっきの部屋とこっちの部屋両方
同じぐらい香りがすごくこう豊かで、わあいい香りがします。どっちかな。どっちかな。本当にどっちもいい香りなんですよ。どちらが好きですか？でもこっちかな。こっちの方が。ダメですか。じゃあそのままアイマスクも外してください。いやなんかそうなのかなって思ったんですけど、こんな匂いします？嘘。めちゃくちゃいい匂いしますよ。本当にすごい匂いする。すごい似てるんですよ。どうだ、何と？お花と結構似てて。そうなんですよ、初め入った部屋もあれ柔軟剤でこんなに香りあでもあるのかなとか一瞬思っちゃって、こっち入った瞬間にもういよいよ分からなくなって、ちょっとあそっか、でもあそうあめちゃくちゃいい匂いする。めちゃくちゃいい匂いだった。すごいな。ありがとうございました。ありがとうございました。よい、スタート。おお、なんだこれは。すごい。撮影は終了になります。お疲れ様でした。